番ですえー、っと、すごい今日めちゃめちゃ花粉がやばくてまあとにかく花粉がやばいんで何もできない感じがするんですがとりあえず番宣をしていきたいと思いますはいということで番宣です、えー、ピシパー会議2022の番宣です いい加減、ララベルのことやっても仕方がないというか、ララベル、そんなにッシチパー会議なのかというとそうでもないんだが、まあ、まあそうじゃないと分かっていらっしゃる方は別になんというか、クレやみたいな感じなので。ああ何が言いたいかというと、ッシチパー会議はッシチパーのためのお祭りであって、えー、現在チケット発売中ということは言いたいというだけですね。はい。ああやべえ。花粉がね、 アレルギーがね。はい。ということで、えー、ピチパー会議で検索しますと、このようなホームページに到着しまして、えー、4月9日から4月の11日まで、えー、チケット発売中でございます。ピチパーによるピチパーのためのお祭り。それがピチパー会議でございます。はい。ということで、えー、前振りはもう良い。ちょっと今日はもう鼻もやばいんで、さっさと終わらせる。 えっとですね、前回、まあいろいろとぐちぐち言いながら、えー、エロケンと触ってましたと。ちょっと半透明になりますね。で、えー、まあちょっと前回終わったところからいろいろあったんですけど、なんでウェアが保管効かないんだみたいなのありましたが、えー、その後、まあ麗しき PHP コ,コミュニティでございますよ。えっと、これなんで動かないんだっけみたいなこと言いましたら、うん、ララベルはね、 まあそういうもんだと。うん。えー、ロケンとの ORM でそういうふうに書かれているけれど、まあ p h p ストームみたいなもので保管ができるものではないと。そういうのをやりたいんだったら、えー、ID ヘルパーをちゃんと入れろと。ああ、あったね、そういえばそんなものって感じになったんですけど、えー、まあ、なんだろう。ドキュメントの方には、 えー、まあこのように、このようにと言っても、あれですね。えー、っと、えー、っと、そう、使うとこどこだあ。あったあったあった。こういうふうに、まあしらっと書いて動くよっていうふうに、まあおっしゃいますが、まデ、あ、ID だと、まぁ、あ、ウェアなんていうものは、 あの、メソッドがないみたいなことをいうふうに言われるわけですね。メソッドのファンドみたいなことを言われるわけです。だけど、これは実はあるんですよ、と。ちょっとこれ、あ前回から、あの、Docker Compose って入って抜集するよりも、セイルエグゼクスするべきではみたいなことを言われたので、そうですかという感じになって、 このように444と出まして、まあ、今何をやったかというと、えー、データベースの中の、えー、オーダーバイ ID でデスクで要は一番大きい、えー、インクリメントの ID のものを1件取ってきて ID を見るみたいなことをやりたかったわけですよね、うん、でちょっとこれ2個サンプル書いてゃってますけどこれはまあ実際はまあこの2つだけで十分で えー、ウェアっていうのはねえけど、実はあるんだぜっていうのと、まあ、とはいえ、ウェアに何も指定しないと、まあ、基本的にはよろしくないらしいので、まあまあ、一応指定をするかみたいな感じで、まあ、w e を書いてみても、書いてみる必要性があるわけですよ。えー、っと、まあ、こういう感じで、まあ、w に何もないと、前あ、ランになっちゃうんで、まあ、そういう場合は、まあ、w e になんか適当なダミーを書けばいいのではと言って、1イコール1とかだとエラーなので、 まあ、そうか。そうかという感じで、まあ、さっきは冗談みたいな感じですけど、ID が0以降だったら、みたいなことをやったわけです。うん。まあ、とりあえず、クエリビルダーは、まあ、クエリで呼び出せるんで、まあ、これでいいじゃんということで、まあ、これを書けば、まあまあ、僕の思い通りにはなったので、まあ、クエリは、ちゃんとクエリビルダーを拾ってくるんで、これですね、ビルダーが返ってくるんで、まあ、よかろうと。ウェアがどこにも、 存在しないっていう扱いになってるのは本当に不便だなと思ったんですけどまあそれは先ほどもお伝えしましたが ID ヘルパーを使えば良いやろうとうん <laughs> ああすいませんねちょっともう鼻がねやばいんですよもう私はね 昨日まで大したことなかったんだけどね。今日になってからもう、すごいくしゃみが止まんなくてね。うーん。死にそう。はい。ということで、えー、まあ、ID ヘルパーってやつを今、ピュッと入れましたと。で、えー、これだけでは確かダメで、えー、ドキュメントを見ますと、このように、まあ何らか実行せんといかんよと。 今この状態だと、えー、PHP スト o n は、ウェアをまだにす、認識することはできない。うん。でだ。そこ,こで、えーまあこのような感じで、えー、ジェネレートで、えぇ、ー、うまい具合に、フォートジェネレートを裏でやって、なんかうまいことやってくれや、みたいなことやると、なんと、 聞くらしいんですよ。よくわからんけど。俺の花粉には効かんが。うん。どうなんですかね。わかりませんが。ただ効かんや。聞くかな聞きませんか聞きますか聞きませんか なんか、俺だけじゃダメなんだっけ。ええー、と、なんか ID ヘルパーってやつが確かできるんですよ。こいつなんですよ。こいつの中に、なんかうまいことを確か生成されて、うまいことをやれるはずなんだが、前世の記憶と違うのかなうおー、重い。 まだ成績解析がめっちゃ頑張ってる可能性もワンチャンある。重い。やばい。ちょっと今動画撮ってたっていうのも結構厳しくてね。まだ期かんかそろそろ聞いてほしいんだわ。 と、まあ、ちょっとごめんなさいね。こう、聞くところをスパッと見せたかったんですけど、えー、なんか、あ、これだ。こっち実行しなきゃいけないんだよ。そうだった。失礼しました。もうね、こうですね。 えー、do you want to override the existing model file? うん。yes, 行こう。まあ、なんか選んでた。えー、っと。あは、中でやんなきゃダメやつなんです。はい。ID ヘルパー、モデルズは。 データベースの中でやらなければダメんはいはいじゃないだいいよしてあきた来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 た 来た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 。で、すると、なんと、やりましたね。ここの、うようよが消えました。なんでかっていうと、ババーンすごい。なんか知らないけど、ちゃんと保管効くようになった。なぜなら、番線が、このように、えー、書いた記憶のない、さまざまな、保管されるものが、 記述されるからですねすごいですね。はい。ということで、まあ、こんなめんどくさいことをやってまでとは思うんですが、まあまあ、必要だとおっしゃるので、まあ、ぶっちゃけ自分はこういうことをやるとつらいなという気分になるので、うーん、ID ヘルパーを使わないでいけるように。 努力したいですねという感じがしますね。ファサードを使うのはちょっと諦めて、クエリー使って何とかやっていくぞみたいな感じがいいんじゃないでしょうか。はい。ということで、えー、なんで前回動かなかったのかというと、えー、僕が ID ヘルパーというやつのことを完全に忘れていたからで、えー、ID ヘルパーをちゃんと使って、ちゃんと毎回モデルを ID ヘルパーモデルズとかやれば、ちゃんと他は聞きます。いや、これマジででも、一人だと分かった気憶分かった気がしなくて、いや、正しく言えば、うーん、そんな気もするよなぁと思いつつ、うん、まさかもうとっくにそれ実装されてたよって実は思ってて。なんだろう。う人に聞くと早いですね。 あの困ったなって時にあの困ってんだけどこれって何でかなっていうのを聞く相手がいるってすごい嬉しいことですよ。うん、そうそういうのをね見つけるためにも、えー、エンジニアの知り合いしかもまあなんだろうふだん、まあ、普段困ってない人ってもうすでに会社に先輩がいらっしゃったりとか。 もう十分に自分が詳しかったりとかすると思うんですけど、まあ困る人っていう、<ん>困ることっていうのはやっぱりあるわけですよ。まあ、そういう時に、あの、全く畑が違う、あれ、いろんな人に聞いたけど解決しないなぁ、みたいな時に聞く相手がいるっていうのが、うーん、まあコミュニティのいいところかなと思ったりします。まあ、それはピーチパー会議じゃなくても結構まあ世の中にはあって、まあ、様々あるんですよ。例えば、 えー、そうですね。僕がまさにこのララベルの解決策を聞いていたのは、ピチパールームっていう、あの、そうですね。見した方が早いな。えー、っと。ピチパールームっていう、えー、やつがありまして、ちょっと一旦ツイッターから飛んだ方がどんどん早いでしょうね。 はい。このピチパールームってやつがありまして、で、ここのピチパールームインっていうのはホームページなんですかね。いつまにホームページなんてできたんや。ああそうなんだ。へえ。ホームページがいつま出で,できとったで。これで押すと、ボイャが、ボイャができる。うん。なんか、ここにフラフラーっといって、弱音を吐いてたんですよ。あのー、どうしても保管ができんと。なんか知らんけど、 俺が書いてるのは、まあ、明らかに間違ってそうなんだけど、間違ってるみたいな感じで見したら、あ、それは合ってるんだけど、うーん、ラーベルさんは、その、保管は、できんと。ID ヘルパーを入れてくださいと。うん。あとの言うことは、まあ、間違っちゃいないんだけど、残念ながら、今は必要だと。そういうふうに、まあ、こう、スッと言ってもらえたんで、僕は、こう、迷うことが、 くなりま,したまあ言うことがなくなりましたってなんだろうね。まあとりあえず間違いに気づきました。ということで無事に、えー、解決できたなっていうのは、まあ、ピッチファールームにいた、えーまあ、ハンハンさんとチャチーさんなんですけど、まあ、そのお二方に、まあ、教えてもらえたらすごい助かりましたねって感じでしたね。うん、まあ。とにかくですねあのドキュメントは。 僕がいくら困っても、お前ここ間違えてるぞって教えてくんないっすよ。で、そういう時に、まあ、コミュニティとかの知り合いとかに、画面共有とかで、まあ、これなんて別に、あの、このコードなんて仕事コこうじゃないんでね、当たり前なんですけど、これを見せながら、こういう書き方でいいんだっけみたいなこと聞いたら、それはね、違うよとか、合ってるんだけどねとか、え、これマジで、あのウェアって書けないのウェアってあんなにこう、公式ホームページに自慢。 自慢のごとく堂々と書いてあるのに書けんのみたいな話をしたら書けんのよって言われてえそうなんって言ったらそうですって言われてすごく安心しましたねそううーんこれが正しい正しいというかそうなるよって一言でも言ってもらえればもうなんか大体ああそうなんだってなるんで助かりますよねそういうのは まあ、コミュニティの知り合いであったりとか、まあ自分の場合は、えー、同僚っていう概念があんまりないので、まあコミュニティの人になるんですけど、まあ、皆さんだったとご同僚の場合もあるでしょうよ。うん。まあそうやって人とね、コミュニケートしてやっていくっていうのは重要ですよねってことを言いたかったっていう話を。あと最近、まあ、あのー、ララベルの使い方について、 まあ、ドッカーコンポーズでバッシュで入ってたりとかしたんですけど、まあ、セールエグゼクしましょうや、って。俺が四季くんだったら、まあいいや、教えてもらったんですけど、なるほど裏でラップされてるから、うん、まあ遅い、遅いっていうかまあ、ドッカーランと同じことやってるのか、エグゼクと同じことやってるのか、ちょっとよくわかんないですけど、まあ、とにかくそういうのもあるので、えー、いドッカーコンポーズエグゼクセンでもいいぞっていう、まあど、どっちかというと文字数増えとる。 気がするんでまあどっかコンポーズエグゼクトどっちが嬉しいか、まあなかなか定かじゃないが、まあまあまあとにかくあの正しいやり方というか、あのー、ララベルウェイ的にはこっちの方が正しいんだぞみたいな話をされたので、へぇー、へぇー,へーっていう感じになりました。た、う、ぶん多分ランもあるんだろうね。おっ、失敗した。うん。 あ、らんはない。んあ,あ、失礼しましたう。うん。ちょっとよくわかんない感じになっちゃいましたけど。<笑><笑>まあ、とにかく、あのー、人に聞くとね、大体解決しますね。素晴らしいですね。ということは今回言いたかっただけですよ。はい、16分でございます。いや、もう今日マジでね、花粉でね、何も考えられないのね。で、まあ、 なんか作ろうかなっていうか進めようかなと思ってるんだけど、何を進めればいいかって <laughs>、何も進める記録がわかないんですね。うん。なので、今回は、えー、答え合わせじゃないけど、えー、これで大丈夫だよっていうことと、えー、知り合いに聞いたら大体わかったんで、まあ、みんな ID ヘルパー入れようよっていうことと、俺は ID ヘルパー入れたくないから、 なんでかっていうと、毎回生成するのがかったるいから、まあ、入れないで使えるやり方っていうのを、ここに振り回してやろう、いこうかなっていう。この2個目で言うと、このクエリーとかだと、ウェアはとにかくないらしいんですよ。うん。なもんで、まあ、ウェアっていうのはここには生えてるわけですけど、クエリーってやつだと、まあ、なんとなく、これも正しい感じではない、正しい感じじゃないあの、なんか、 だいぶ無理やり ID を他に引っ張ってきてるらしいんですけど、まあとにかく Where と違って生えてるは生えてるんで、うん。まあ WhereID とかね、まあまあ、うまあまあ、この面白いやつ、面白いやつ、やつがいろいろ生えてるのはなかなかいいですねっていう感じですね。 はい、ということで、えー、ちょっと息をするのも苦しいので、今日はちょっとこれぐらいしといてもらおうかな。申し訳ない。何にも進んでないんだが、えー、ウェアがあるぞ。それだけです。はい。ということで、えー、ピチパワー会議は4月の9日から11日に開催される、えー、PHP のカンファレンスでございますが、えー、とりあえずチケット好評発売中でございます。 ああ、ダメだ。もう今日はマジで何も無理。うん。ということで、あの、ごめん。次回、次回頑張る。次回頑張る。お疲れさんです。次回頑張ります。ええー。ええー。